中国の原子力発電所は燃料棒の破損を修復するため原子炉の一つを稼働停止しました。放射能漏れが最初に発覚してから1ヶ月後のことです。中国のある原子力発電所が原子炉の稼働を停止しました。報道によると放射能漏れに対処するための措置だといいます。この原発は関東省にある台山原子力発電所です。同原子力発電所は7月30日、 稼働中に軽微な放射性物質漏れが確認されたと発表しました。この原発の資本の70%は中国広角集団 CGNPC が所有しており、残りをフランス電力 EDF が所有し、EDF 子会社のフラマトム社が原発の運営を支援しています。フラマトム社は今回の放射能漏れについて警告を発し、 差し迫った放射線の脅威という表現を用いて詳細を説明しています。同社は6月8日にバイデン政権に対して懸念を表明しています。CNN の報道によると、フラマトム社は警告の中で施設の稼働停止を避けるために放射線量の法定許容限度を引き上げたとして中国を非難しています。EDF 社はアメリカにこの件に関する技術支援を提供する許可を求めました。 しかしホワイトハウスは一週間かけて調査を行った結果、同原子力発電所はまだ危機的レベルには至っていないとしています。大山原発はその直後に同趣旨の声明を発表し、定期的な観測データを見る限り、大山原子力発電所にも周辺環境にも異常はないと述べています。これと同時に中国の大手メディアはこの声明を転載し、 中国の原発に関してデマを拡散しているとして CNN を非難しました。NTD ジャパンがお伝えしました。